はい、みんなのモルモットガッチャンです。XML の、お試し7日間してみました。まあ今日もう手元にあったのがないので、よし山ほどお肉食べてやるなんて思ってたんですが、見てください、これ見えますか、これ。はい、新たなミッションが届きました。まあそんなわけで、今日大丈夫だよ、ごめんね、ちょっとミニ動画を。はい、みんなのモルモットガッチャンです。XML の7日間試してみました。まあね、最後の1錠を飲んでから24時間ぐらい経ってるんですが、まだなんか全身ポカポカしてるような感じですね。で、今日から新しいミッションが届きました。これです、これ。そう、私ね、よくわかんないでとりあえず聞いてみました。これ何ですかって言ったら、これバームって言うんですって。バームが何者かよくわかんないんですけども、これも同じように飲んで試してくださいということなので、今日からバームを飲んでみたいと思います。同時にですね、まあ、こういったものも届いてます。こういったもの、X39 SP6、まあ、よくわかりません。とりあえずね、一つずつやってみたいと思います。今日はこのバームを飲んで、明日とか、どんな影響が出るかなということを試してみたいと思います。で、このバーム、これですね、これ、うん、これ見るとね、多分 XM3 とちょっと粉末が違うような感じがしますが、まあ、同じように飲んで大量に水を飲んでみようと思います。はい、まあ今初めて飲んだんで今後どうなるか分かりませんが、また明日の動画で、どんな感じだよというのを説明したいと思いますので、よろしくお願いします。ガッチャンでした。